6月10日日曜日夕方7時5分のホームポイントは風はほぼないですね。うねりはしっかり残っていますが、じゃあ今から入っていきますかって言われたら乗れる感じではないですね。すごく待てば来るのかもしれません。お、今入ったかな。これはどうなのかな。伸びますね、インサイドまで。ホームポイントの右も無風でいい感じのうねりは入ってきていますが、伸びて伸びてショアブレイクなのかな。こっちもすっげー待てば乗れる波が来るのか、まあそんな感じでもないですね。お、いい感じのうねりが入ってますが、ここまで来てしまいますね。お、今左の奥でブレイクがありましたが、テイクオフできる感じはなかったですね。気温は19度ぐらいですね。風は今全くない状況です。お、いいうねりが左の奥でブレイクはしてますが、かなり沖でブレイクしましたが乗れる感じじゃないです。